新しいヒューレット・パッカード 9100A パーソナルコンピュータはあなたを大型コンピュータの順番待ちから解放することでしょう。HP9100A は1968年にヒューレット・パッカードが発売したコンピュータあるいはプログラムで卓。同社はこれを卓上計算機と呼んだ。この理由についてビル・ヒューレットはもし HP9100A をコンピュータと呼んだら それは IBM らしくないという理由で顧客のコンピュータ、担当者に断られただろう。そこで私たちは、計算機と呼ぶことに決め、そのようなザレ事は消え去った。と語っている。本機のプロトタイプは HP がプロジェクトを立ち上げた、時に入社してきた技術者のトム・オズボーンによって、制作された。当時の技術的な功績として、論理回路は、集積回路を一切使わずに製作され、 CPU はもっぱらディスクリート部品によって構成されていた。CRT、磁気カード記憶、およびプリンターの構成で価格は 5000US ドルであった。9100A は三角関数、対数関数、指数関数といった現代的な定義での最初の関数電卓で、ヒューレットパッカードの RPN、逆ポーランド記法入力を用いた電卓の長い歴史の始まりであった。 ただし、RPN は現在の4レベル RPN ではなく、3レベル RPN という古い方式であった。磁気カードやアーキテクチャなど、本機はプログラマ101のいくつかの技術を取り入れており、その類似性からヒューレット・パッカードはオリベッティに90万ドルのロイヤルティを支払った。ありがとうございます。